皆さんこんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ、忘年心理師のミニブーです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっと幸せになるためにやめるべき3つのことについて考えていきたいんです。やめるべき、今すぐやめてほしい3つのことです。幸せになりたくない人はいないと思うんですよね。ああ、不幸になりてーなんてないでしょ。もうみんなが幸せを目指してるから、なんかね、何かを頑張らなきゃとか、もっと積み重ねなきゃ、今以上のことをやらなきゃみたいに思いがちなんだけど、特定のことをやめるってことが、それをやるための時間を作るためにもとっても重要なんですよ。で、今日はね、幸せを自分が感じるために今すぐやめてほしい3つのことについてお話ししていきます。ちょっと気楽にね、聞いてくださいね。好きな飲み物でも用意しながら、あー、なんかミーブー言ってるわみたいな感じでね聞いてもらえるといいなと思います。まずね、何をやめてほしいかというとね、自分と人と比較するのはやめてね。だってさ、自分と他人って全然違いますよ。生まれた日も違うし、身長も違う、体重も違う、顔も違う。そうでしょ？着てる服も違うし、考えも違うし、生まれも違うし、なのに誰と比較しちゃってるのってことなんですよね。例えばね、休みの日に SNS でさ、こうどっか座りながらね、画面をスクロールしてたら、そのフォローしてる人とかがね、素晴らしい休暇をさ過ごしている、新しい仕事に就いた、豪華なディナーについて投稿しているっていうのを目にすることありますよね。それ、ある人が全部やってる場合もあるけど、いろんな人がたまたま1個ずつ載せてるを見て、その素晴らしいものに、何て言うのかな、いいなみたいなことを感じちゃう。急に自分の人生がね、全然つまらないものに感じちゃったりとか、全然刺激的じゃないとかね、感じるかもしれないです。でもね、問題はここにあるんです。 SNS であなたが見ているのは単なるハイライトなんですよ。その人の最高の瞬間を一瞬切り取っただけ、しかもね、それを切り取るために写真を撮ってるところですよで、それがその人の完全なストーリーじゃないんです。だからそもそも比較することに意味がないっていうことですよね。自分だってどっか行って楽しむことあるじゃないですか。でも人のものってね、なんかすごく素敵に見えちゃったりしますよね。休みの日にさ、パジャマ着たままさ、ポテトチップス食べてるなんてさ、実は最高すぎませんかって気もするんだけど、ちょっと美しくないから写真には撮らないけどさ、ゆっくりできる休日ってすごくいいと思うんだけどね、なんか刺激を求めちゃう、そんな気持ちにはなるかもしれない。でね、それ以外にも、例えばちょっと、何を比較してるかっていうと、鉛筆と消しゴムが同じじゃねえなみたいな感じでさ言ってるぐらい、人と自分を比べるっておかしいことなんだけど、自分が例えばね、推しのコンサートに参加して、本当はその人を見て楽しみたいじゃないですか。なのに、これ例え話ですよ、音楽を楽しまないで他のみんなの反応をずっと見てて、あれ、あの人すごい楽しんでるとか、めちゃくちゃなんかいい服着てきてるとか、髪型決まってるとかあったらおかしいでしょそれね、そんなこといちいち確認しているって想像したら、人と比べることがいかにおかしいかっていうことがちょっと想像できるかなと思うんです。だから是非ね、自分の今に集中してほしいんですね。もし比較するとしたら、しなくていいんですよ、するとしたら、せいぜい昨日の自分ぐらいじゃないですかね。そのことを忘れないでもらいたいなと思います。そしたらですね、次にね、何をやめてほしいかというと、過去にこだわるのをやめてほしいんです。過去にこだわるのをやめる。これさ、年を重ねるごとに過去が増えていくんですよ。だから過去が増えっていくと、それにこだわってると、それに使っていく時間がいっぱいになっちゃうんですよね。例えば自分が車を運転しようとしているのに、バックミラーをずっと見つめて運転してるって考えてみて。危なくないですか？必ず衝突します。今あなたが進んでるのは前だよっていう感じで、バックミラーばっかり見ないで、全然進めなくなっちゃう。もう一回止まっちゃうでしょ。車止めてじーってだから後ろを振り向いて生きるっておかしいことなんですよ。想像できるでしょ。やっぱりね、誰もがその昔ね、間違いをしちゃったりとか、あのこと言わなきゃよかったなとか後悔したりとか、チャンスを逃しちゃったなっていうことはあります。でも本当にさっき言ったように、そういった瞬間を何度も頭の中で繰り返すってことは、何度もバックミラーを見てるってこと、バックミラーばかりを見ているってことなんですよね。で、そうだな、自分の過去をどんな風に捉えたらいいのかなっていうと、そうだな、すでに読んだ本っていう風に考えたらどうかなと思うんです。もうその物語を変えることはできないですけど、そこから学んで新しいストーリーをまた始めるってことはできますよね。だから後悔しているなら、過去の物語からこれから作るストーリーをより楽しいものにしていくってことがね、すごく大事なのかなと思うんですよね。もしもね、そうだな、古い写真アルバムばっかり見てるような感じで過去ばっかり見てるとしたら、そこから学ぶことはできる。過去にこだわるっていうと、もう一つ例を示すとすれば、何年もの間にね、自分の失敗っていうのはどんどん積み重なっていくじゃないですか。あと嫌なこと言われたりとか、そういったものも、過去の経験としてね、自分の中に重くのしかかるってことはありますよね。頭から離れないってことはありますけど、それはね、どんなイメージかっていうと、後悔っていうね、なんかリュックサックを背負ってて、そこにどんどん重い荷物が、そうだな、積み重なっていく感じ。それを何か経験するごとにまた自分で詰めて、それをずっと背負いながら生きてる、そんなイメージかもしれないなと思うんですよね。だからもしね、過去の間違いとか嫌なことをまた頭の中で繰り返してるな、ぐるぐる回ってるなとか、反芻してるなっていうことにね、気がついたら、どうか深呼吸して今の空気を吸ってくださいね。で、これからの人生のスタート、今ここですからね。どうか過去にこだわるのをやめて、バックミラーを見るのをやめてくださいね。はい、最後に一つ、何だと思う？もう一つはですね、全員を喜ばせようとするのをやめるってことです。つまりみんなから好かれようとするのをやめるってことです。全員を喜ばせるって不可能だからね。みんな全然好みも違うから、なんかニンニク料理が好きな人もいれば、辛いものが好きな人もいるし、甘いものが好きな人もいるじゃないですか。例えば持ち寄りパーティー、何か料理をね、一品持ってこうみたいに思った時に、みんなが喜ぶものを作ろうとしたとするじゃないですか。で、先ほど言ったようにニンニクがね、やたら好きな人もいれば、辛い食べ物が好きな人もいる、あるいは苦手な人もいるわけです。で、肉が嫌いとか野菜はダメとかね、そうやって誰からも認められるようなものを作ろうとしたら、何も作れなくなります。あるいはめちゃくちゃ退屈なまずい料理になっちゃうんですよね。それはね、人生も同じこと、本当にね、まんべんなくやるっていうことは問題なくやるっていうことだから、自分の個性を押しつぶしちゃうということなんですよね。あと例えば、そうだな、みんなから好かれようとするとか、みんなを喜ばせようとするっていうのは、疲れ切ってね、帰ってきて家族が大勢いたとするじゃないですか。友達もお家に来てたりするとするじゃないですか。そのあらゆる要求に応えていくって感じ。疲れ果てていてもね、結局そんなことやれないですよ。頑張りすぎて燃え尽きてしまう。あ、それはね、そうだな。イメージとすれば何がいいかな。ジャグリング、わかる？まあお手玉みたいなものをさ、空中に投げてもうめちゃくちゃ上手にやる人いるじゃないですか。もうそれはね、一度にたくさんのねものをね投げてね落とさないようにやってるようなもので、私はせいぜいそうだな、お手玉もね3つまでですね。それ以上になったらね全部落としちゃう、そんなイメージだから、もともと無理なんですよ、それはね。最終的にはボールを落としちゃう。だから必要な時にはノーって言っていいんです。やれないものはノーって言って大丈夫なんです。何よりも自分の心のニーズに応えてほしいんですよね。あなたの幸せはあなたが一番考えてくださいね。みんなを喜ばせることより、まず自分が喜ぶことをやってほしい、そう思います。今日はですね、幸せになるために今すぐやめるべき3つのことをお話ししました。覚えてますか？1番目は自分と人と比較するのをやめること、やめて、はい、そして過去にこだわるのをやめて、バックミラーばっかり見ないで、重いバックパックを背負わないでください。そして最後にね、みんな全員を喜ばせようとする、みんなから好かれようとするっていうのをやめてください。単純なことだけどなかなかできないよね。でもこれをね、意識していってほしいんです。自分の幸せを一番最初に考えてくださいね。そしたらね、見えてくる世界は変わってくるはず。あなたが最高の人生を送るために、この3つをまずやめることを意識してみてください。今日も最後までお聞きいただいて本当にありがとうございます。次回も笑顔で幸せにお会いしましょうね。みぶでした。ありがとう。またね。ここで B の書籍のご案内です。イラストでわかるマインドフルネス、人生の魔法という、書籍です。これはね、マインドフルネスの考え方の基礎、を具体的に、教えていく、なんていうのかな、教科書的なものになります。イラストがたくさんでね、読みやすいかなと思います。ちょっと、脳が疲労を起こしている方、マインドフルネスやってみてくださいね。そして、頭の中で猫たちが大暴れ、これは私の初エッセイになります。自分の思ったことをね、書きたい放題書いている、そんな本です。まあ、本当に軽く読んでみてねという感じなんですけど、どちらも、Kindle Unlimited で無料で読めます。あと Kindle プライムに入ってられる方も、無料で読めると思います。ぜひ読んでみてくださいね。はい、どうもありがとうございます。